クックック、ついに完成したぞ。マリサ博士、そのロボットは一体？ふふ、霊夢助手、このロボットはな、超合金耐熱性抗菌仕様おしゃべりマシーン、プッチッパーくんだ。名前がなんか汚い。おん、なんやこらやんのかこら。まあまあそう怒りなさんな。これをご覧くだせい。そ、それは一体？解説するっけないですわこれは、ということでクリーチャーさんいらっしゃい。機械なのか生き物なのか。スカイスクリーマーです。スカイスクリーマーは、トレバー氏が漫画家浦沢直樹先生の作品、20世紀少年からインスピレーションを受けて、制作したクリーチャーです。高さ約65メートル、重量40トンとデカ重いのにもかかわらず、4、5階建てのビルぐらいの高さを、普通にホバリングしてるように見えます。どういう原理なのか小1時間問い詰めたいですね。そしてその後カツ丼食べさせながら、田舎のお袋さんを思い出させてやるんだ。最近 TikTok を始めました。なんか複雑やわ。嬉しいような嬉しくないような。そんなスクリーマー氏、全体像はおそらくこんな感じと思われます。丸い頭に、二つの光る目、そして光る口、その頭部からはタコのように、いくつもの触手らしきものが伸びています。一見タコ不行きと近い生き物のようですが、実際は異なります。大きく異なるのは光る目玉です。タコ不行きが目玉そのものを光らせるのに対して、スカイスクリーマーは、あくまでも内部から光が漏れ出ているだけの印象。への字型の口らしきそれも同様。つまりこれはただの穴に過ぎないのです。内部の強烈なエネルギーが、光となって穴から解き放たれている。というわけ、この光は、真っ暗い部屋を真っ白に照らすぐらい強烈だそうです。さて、ここで皆さんに一言、タコ不行きってなんだよ。まあ、そんな疑問は遥か彼方に大暴騰しておいて、この生物兵器らしき存在、一体何を目的として現れるのか、こいつめっちゃ私のこと見てくるんだけど、また、何を好み何を嫌うのか、特殊能力についても触れておきたいと思います。持ち勝ち手あたちに恋してるのかな。いや、さすがにバナナは恋愛対象じゃないと思うよ。着地。さて、実はこのスカイスクリーマー、何を目的に現れるか分かっていません。分かっているのは夜と破壊を好むこと、価値のない人間を嫌うことです。このシリーズをずっと見てきた人なら察してると思いますが、トレバーさん関連のジャイアントは、大体価値のない人間を異様に嫌ってます。政府や社会のあり方とよく似ていますね。おっと、そろそろ特殊能力についても語らなければですね。まず一つ目、ラークラーイ。どーんくらい。そう、スカイスクリーマーは落雷を引き起こせるのでは？と言われてるんですよ。出てきただけでも恐怖なのに、雷まで起こされちゃねって感じですね。霊夢ちゃんもう恐怖で泣いちゃう。どーんくらい。やかましいわ。何がどーんくらいじゃ。枕元で優しい子守歌かましたろかこら。実はそこそこ天だねす。だけど時々ロンリネス。お次がこちら、耳をつんざくような声で叫ぶ、ですね。スカイスクリーマー、という呼び名はこの特性から来てるわけです。この画像、両脇こじしてるようにしか見えんのやけど。ほんとや、めっちゃこじしてるやんなんやこいつ。これだから両脇ビギナーは、脇界隈に失礼だと思わないのかな。脇界隈とは、最後はその広い視野と驚きの浮遊力。いや、視野というよりは強力なセンサーなのかもしれないけど、あたちめちゃくちゃロックオンされてるんだけど、あれじゃない？焼きバナナにでもされるんじゃない？おほ、それは本望ですわ。なんだ、ただの変態バナナか、ということで今回の解説はおしまいです。もしよかったらチャンネル登録、コメ等々よろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。